こんにちは。今日は、天気がすごくいいのでスタジオを出て外で撮ってみようかなと思って、近くの公園に来てるんですけれども、まあ、公園で遊んだり、ね、花がすごく咲いていたりとか一番いい陽気かもしれないですよね。こんぐらい天気がいいと外でね楽器弾いても面白いかなと思いますし、この間うちのね、スタジオに来てくれてる方たちも仲良しメンバーで、なんだ練習して飲み会行った後になんかストリートピアノのとこで弾いたんですとか教えてくれて、なんかそういうのすごくいいなと思って、街中でどんどん弾ける場所があるんだったら、ね、楽しみながら弾いちゃうのが一番いいと思うので、ね、どんどんそういうのやってほしいですね。今日は練習ってどれぐらいすればいいのっていうテーマについてちょっとお話ししようかなと思って撮っております。で、練習ってどれぐらいするのって話なんですけれども、そもそも楽器演奏って何に例えた方が分かりやすいかなって、まあ、僕の目線なんですけれども、物語を音読してるようなイメージなんですよ、僕の中で。これは弦楽器だけじゃなくて全ての楽器におけることだと思うんですけれども、音を出すということは言葉を喋るのと同じで、楽譜を読むっていうのは本とか、まあ、国語の教科書とかもそうですよね。物語を読むものと同じイメージなんです。じゃあ何のために練習するのかっていうと、書いてある文字をスムーズに読むためだと僕は思ってるんですよ。なので裏返してみれば、その文字をスラスラ読めるんであれば僕はそんなに練習しなくてもいいと思っていて、現に僕もいろんな本番があるときにどれぐらい練習しようかなってときに、まあ、この楽器は結構難しいので割と練習した方がスムーズになるとは思っているんですけれども、例えばじゃあ皆さん日本語の音読の練習しますかって言ったら、もうしないですよね、大人になっていると。子どもの時とかは小学生の時に音読の授業とか朗読劇とかあったりしたかもしれないんですけれども、それはまず日本語というものを学んで発音して、でこの発音するっていうのは舌の筋肉とか口の中の筋肉を鍛えているのと同じなんですよ。で弦楽器に置き換えるとそれが音階練習に当てはまるんですよ。だから皆さんこう音階練習をすれば、まあ、上手くなるって言われるのはそのゆえんで、なので、まあ音階練習をすることによってあいうえおかけくけこがスムーズに言えるのと同じだと思っていただければちょっと分かりやすいかなと思います。ということは自在にあいうえおかけくけこの口の動かし方ができるようになってくれば、そんなに皆さん言葉の練習ってしないと思うんですよね。まあ、例えば早口言葉を言うときに赤巻紙黄巻紙なんだっけ、あれ青赤巻紙青巻紙黄巻紙だっけ、そういうのは口の動かし方が特殊ですよね。なので練習すると思うんですよ。楽器も同じ、難しいパッセージをやるときに指の筋肉というか、まあ前腕の筋肉だなの筋肉がスムーズに動くかどうかっていうのを繰り返し練習することによってスムーズに弾けるようになっていくわけです。ということは慣れているフレーズであればそんなに練習する必要はないのかなと僕も思ってます。でこれはもう一つなんですけれども、最近結構野球業界のリサーチをよくしていて、まあ僕もスポーツすごく好きなんですけれども、ダルビッシュさんがおっしゃっていたその最近の練習についての方法論なんですけれども、何回も何回も練習をするっていうのは、まあ、もはや古いと、昭和のやり方である、例えば素振り100本とかにするのはちょっともはや時代遅れなのではないか、ちょっと語弊があるかもしれないけれども、僕はちょっとそういうふうに捉えていて、でそれは僕は楽器も同じだなと思ってるんですよ。同じフレーズを100回練習するのではなくて、まあ彼が何を言いたかったかっていうと、成功体験を小さく小さく積み上げていくこと、これがすごく大事なのではないか、つまり量より質という考え方ですよね。僕も楽器は同じだと思っていて、何回も何回も練習することによってもちろんいい面はあります。それは筋肉が動きを覚えてくれるから、動的な筋力を鍛えるためという意味では何回も何回も繰り返しすることはいいことなんですけれども、例えば難しいパッセージをやっている時に闇雲に何回も何回も弾くのではなくて、少しでもあ同じ今の動き良かったなって思ったら一回そこで切ってしまうとか、結局楽器って触覚を大事にしてほしいんですよ。でその触覚を得られれば無理に何回も何回も練習するっていうことは僕はそんなに必要じゃないかなと思っております。でどれぐらい練習するのかって話なんですけれども、僕が小さい頃に、ね、鈴木の教室の何だっけな、あれ合宿かな、なんかで言ったのが、プロの人は練習しないんですと。それはなぜかっていうと、できるから練習しない。じゃあ逆に
まあ、当時僕らも小学生でしたけど、できないんだったらできるまで練習しましょうってペロって言われたんですよね。おーおーおーとか思ったんですけれども、まあでもそれは確かにそうだなと思って、できるまでやるのが練習であって、でこれが何のためなのかっていうと、例えばうちのクラスだとアンサンブル会をやったりとか発表会をしたりとか、まあ、僕らだったら演奏の仕事のために練習するっていう目的があると思うんですけれども、その期日までにその技術が達成されてないとつまらないんですよね。僕ももうよくね、この間ライブやって次にまたコンサートがあったやって常に予習とね練習必要だったらやるんですけれども、それは何のためかっていうと、自分が弾くときにスムーズに弾けてれば楽しいんですよ。でこれが練習不足だと緊張しちゃうんですよ。緊張するイコール自分の技術が思うようにできていないっていうことなので、でこれが思うようにコントロールできていれば緊張ってそんなしないんですよ。同じ動きの繰り返しだから。うちのスタジオでキャッチコピーにしているお箸が持っていれば楽器は弾きますってのと同じで、お箸をね皆さんスムーズに使えるから、なんか食べるときって緊張しないと思うんですけれども、それと同じで繰り返しで動かすことによって、まあ、筋肉が動きを覚える、まあ、動的イメージですよね。それを成功体験としてインプットしてあげること、まあ、これが練習なんですけれども、国語の教科書本をスムーズに朗読できるようになるため、口の開け方とか滑舌もそうですよね、繰り返しで動かしてあげることによってスムーズに喋れるように、まあ、今ね僕ら大人はそうなってますけど、スピーチの練習とかもそうですよね。なので例えることができるのって身近な、ね、皆さんのそれぞれの身近な生活の中に結構あると思うんですよ。仕事の中でプレゼンしなきゃいけないとか、誰かを案内しなきゃいけないとか、台本練習するのと全く同じような感覚だと思っているので、身近な自分は喋るときにどういう練習したかなっていうのを意識してあげると分かりやすいかなと思います。時間で区切るよりも成功体験の数で区切ってしまった方が僕は正解かなと思ってます。子どもたちの場合は今自分がうまくいったかどうかっていうのはなかなか判断がしづらいと思うので、それは保護者さんが見てあげたりとか、まあ僕のクラスの子たちにもこのやり方をやってごらんって言ってるのは、一回弾いたら星を作っていく、つまり五角で星一個かけると思うので、一回弾いたら一角っていう風に 1,2,3,4,5 あ星が5つできたから5回弾いたねっていう、子供は習慣化が大事なのでその回数でいいんですけれども、大人は自己分析ができると思うので、今うまくいったなっていうことができれば、もう一回例えばうまくいったらそれでおしまいにしてしまうとか、というのは人間って体力がこう限界があるんですよ。その素振り100本理論もそうなんですけども、100本やったところでどんどん疲れていくから精度は落ちるんですよ、どう頑張っても。だって動かし続けているから。でこれは僕もそうなんです。自分がレコーディングするときにも同じことを課していて、僕は基本的に3テイクしかレコーディングしないようにしてるんですね。それは3テイク以内にできなければ、そもそもまあ練習不足というか、その場でそれ以上のクオリティを出すことはできないと僕はある種線引きをしているところはあります。結局3回トライして4回目5回目やったところで、次こそはいいテイクができるかもしれないって思うかもしれないけれども、それは現実として体力も集中力も落ちているので、3回目以降でいいパフォーマンスができるっていうのは僕はあんまり自分自身に対して期待していないんですね。なのでレコーディングの時はもう3テイクで終わりにしよう、3テイク以内で決めてやろうっていう集中力を最初に持ってしまって取り組むようにもしています。このマインドは結構普段の練習にも使えると思っていて、じゃあこれから難しい練習をやってみようって時に3回以内にできるようにしよう、テンポを上げる時もそうですね、3回以内にそのテンポでできるようにしてみようっていうように、自分の中で短いスパン、短い目標を持ってみて、でそこに対してトライしてみる、より集中力も持続できますし、体力もそんなに減っていかない。やっぱりこうずっとダラダラダラと練習してしていて今日1時間弾いたとかやっちゃうと、僕は集中力短い方なので自分の中から思ってますけど、集中力はそんなに持続、リスだそんなね持続しないと自分で思っているので、短期決戦でやってあげた方が自分のね、身にもなるし、そんなに時間も、使わなくても効率のいい練習ができると思うんですよ。なので、まあ、今日のちょっとまとめ的な話で言うと、あんまりこう時間で練習を図るのではなくて、成功体験を積むために小さな目標を立ててあげて、その成功したら
一回手を離してリセットするとか、何時間も何時間もやるのではなくて、一回の成功体験を大事に3回連続でやる、それでおしまいとか、効率のいい練習方法をやってみることをおすすめします。なのであまりね、時間にこだわりすぎてやったりするよりも、今の良かったなっていう一回一回の質を自分の中で意識してあげる。今の良かったな、どうだったかなって自分の演奏を聞くことにもよるので、なので一番いい練習方法は自分の演奏を録音するとか録画するとかしてプレイバックすること、これがやっぱり一番効くので、ぜひやってみてください。ではまた次の動画で会いましょう。